こんちは、学習塾1945だ。問題はこちら、PQRS 全部答えてくれ。つまり回答は4箇所だね。まずは一時停止をして考えてほしい。じゃあ確認だ。わかりやすいところから攻めていく。まずあの文章のここは地図の見た目で判断できる。要するに2つの州にまたがっている国を選べばいいんだよ。そこはもう R しかない。 R はアジア州とヨーロッパ州の2つにまたがっている。よく見るとここにも色が塗られてんだけど、ここはヨーロッパの R だ。ってことで R はアだよ。ちなみに R はトルコだね。ここに帝国時代って書いてあるじゃん。これはオスマントルコ帝国のことだよ。で、次にわかりやすいところは イ のここだろう。コーヒー豆の生産量が一番大きい。ここからコーヒー豆世界一のブラジルだと思ってくれ。そのブラジルは P だから P が イ だ。ちなみに流域面積の河川の話はアマゾン川のことだね。アマゾン川は世界一流域面積が広い河川だよ。で次、今度は ウ のフランスってとこに注目しよう。つまりこれはフランスの植民地時代の名残なんだよ。で、そのフランスの植民地として有名なのがベトナムだ。ベトナムは9だから9が ウ だ。ちなみにタイとかベトナムは米の輸出が盛んな国だ。米が盛んだっていう匂わせはこことかここにある。で、A は残った S になるよ。A と S はケニアだね。ケニアは茶の生産が有名だ。ってことで答えを回答通りに並び替えるとこうなるよ。ってなわけで今回は以上。最後まで聞いてくれてありがとう。